明けましておめでとう。今年も一年よろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いします。ベニー、今年もよろしくね。よろしく。レニーったら去年と全然変わってないです。まあまあいいじゃねえか。想像しよりしとやかな女の方がよっぽどいいぜ。想像しいカンナさんが言っても全然説得力ありませんわね。こら二人とも、新年早々喧嘩するつもり？ほら、うちの発明した餅つきくんで、餅つき大会でもやろか。ほう、大神はん、餅の代わりにどつかれたいんかいな。Thank you.
神さん、ここが私の家です。古いだけですよ。さ、どうぞ。あら、さくらさん。あ、お母様。明けましておめでとうございます。さくら、ただいま戻りました。明けましておめでとう、さくらさん。さ、玄関じゃ寒いから中へ。こちらの方は？帝国歌劇団花組の隊長、大神一郎さんです。まあ、いつもさくらがお世話になっております。さくらの手紙にはあなたのことがいつも必ず書かれていますのよ。お母様、もうそんなこと。さあ、遠いところお疲れでしょう。どうぞお上がりください。大神さん、若菜です。よろしいですか？失礼いたします。何のおもてなしもできませんが、お風呂は毎日沸かしています。お湯加減はいかがでした？さくらはおばあさま仕込みで、お風呂の沸かし方が上手です。ところで大神さん、さくらは皆さんにご迷惑をおかけしたりしていませんか？そうですか、少し安心しました。そうですか、娘が元気に暮らしている、それだけでほっとします。大神さん、
縁側に出てみませんか。何か損しちゃったみたい。結婚して家に入って子供育てて、それだけだからね。ちょっぴり桜が羨ましい。それにしても親ってつまらないわね。結局子供は自分で大きくなったような顔をして。大神さん、あなたはどんな気持ちで魔物と戦っているの？ごめんなさい、つまらない質問をしてしまって。さあ、暖かくしてお休みください。桜さん、みりんとお醤油を取ってちょうだい。はい、お母様。大神さん、おはようございます。おはようございます。昨日はよくお休みになれましたか？もうすぐ朝ごはんができますから待っててくださいね。おかわりもありますからたくさん食べてくださいね。今朝のお食事はほとんどさくらさんが一人で作りました。頑張ってお母様の味に近づかなきゃ。大神さん、味はいかがです？本当ですか？ありがとうございます。さくらさんも味付けが上手になったのね。はい、お母様の味を再現できるように練習してましたから。でもこのおみおつけはもう少し味が薄い方がいいと思うわ。そうですか。それじゃ後で教えてくださいね。お粗末様でした。さくらさん、一休みしたらお墓参りに行ってらっしゃいな。でもお母様。行ってらっしゃい。はい、それじゃあ大神さん、早速行きましょう。Thank you.
大神くん、よかった、やっと連絡が取れたわ。緊急事態よ、王子に敵が現れたの。詳しい状況はまだ不明よ。他の花組の隊員たちはすでに出動しているわ。将棋丸をそちらに向かわせたわ。大至急戻ってきて。はい。大神さん、話は聞きました。お母様、さくらをよろしく頼みますね。大神さん、ごめんなさい。お母様、もっとゆっくりしていくつもりだったのに。あなたの元気な姿を見られただけで十分です。さあ、行ってらっしゃい。大神さん、ご武運をお祈りしています。お母様、死んではいけませんよ。大神さん、お母様、それでは行ってきます。さくらさん、行ってらっしゃい。大神さん、さくらを